ほうほうほう、メリースターライト。Hi, nice to see you again. It's December already. Time flies. The return home to Bernadette campaign is going to start soon. The campaign period is a bit longer than usual. Please enjoy with your friends. 欧米の皆さん、こんにちは。FF11 プロデューサーの松井です。はい、メリースターライト。はい、ディレクターの藤戸です。よろしくお願いします。2021年最後の、FF11 ダイジェストのお時間です。早いもので、FF11 ダイジェストは今回が第30回目を迎えました。うん、節目に合わせて私たちの背景も新しいものになってますね。そうですね。はい、こちらはですね、12月中に配布予定の、バーチャル背景第4弾に含まれる背景動画です、公開されたら皆さんもぜひ使ってみてください。はい、そして We are Bernadeel では新しい対談記事が公開されています。今回はサガシリーズの総合ディレクターを務める川田明俊さんとの対談です。お二人の、長い付き合いならではのお話がね、興味深いですよね。はい、今後の更新も皆さんどうぞお楽しみに。それでは、今回のバージョンアップ情報についてお知らせしていきます。プレイした感想やフィードバックは公式フォーラムまでお寄せください。最初はアンバスケードです。今回は1章が復刻の潜り戦、そして2章はイビルウェポン戦です。イビルウェポンはアンバスケード初登場ですよね。そうなんです。このイビルウェポンは武器を召喚してきます。クリア条件はイビルウェポン本体を倒すことですが、召喚された武器を倒すことで本体へのダメージが入りやすくなっています。ある程度武器たちもこまめに倒していくことが有利に攻略を進めるポイントになりそうですね。そうですね。さらに今回はゴールデンボムが出現します。出現した場合はいつも通りコールマークボーナスが発生しますので、ぜひ挑戦してみてください。続いてはバトル関連の調整についてです。まず一部エリアのモンスター配置調整を行い、エグゼンプラーポイントを獲得できるモンスターを追加しました。そしてアライアンスを利用した育成代行が一般プレイヤーの障害になっていることへの対策として、 APEX などを含む一部モンスターと7人以上で戦闘した際に獲得する経験値、キャパシティポイント、エグゼンプラーポイントを大幅に下げる調整を行いました。はい、こちらは普通にプレイしてくださっている皆さんにも影響が出てしまう調整にはなりますが、今回は一度この形で状況を見させていただきたいと思っております。はい、今後も状況を注視しながら対策を検討していきます。冒険者の皆様からのフィードバックもお待ちしております。続いて粛清のエンブリオです。銀河史を舞台とする第6回、こちらのストーリー後編が追加されました。ヤグードたちとのお話がどんな結末となるのか、どうぞお楽しみに。そして今回のストーリーをクリアすると、エミネンスレコードの珍妙なモンスターを討伐せよに新たな課題が追加されます。マンスリーの課題となっていますので、こちらもぜひ挑戦してみてください。最後に、今月はキャンペーンやイベントが盛りだくさんです。ドラゴンクエスト10のコラボイベント再演や、ウェルカムバック&ディスカウントキャンペーンの開催などを予定しております。その他にもシーズナルイベントや多数のキャンペーンを開催しますので、トピックスでの告知をご確認ください。それでは今回はここまでです。また来年の FF11 ダイジェストでお会いしましょう。良いお年を。またね。良いお年を。